結婚観で物議のメグロレン、笑顔の記号アンサー記号で大荒れの様相、残念な気持ちがすごいファンを大切にしてるって解釈じゃダメなんかな。スノーマンのメグロレンが、自身のインスタグラムで投稿した内容に対し、様々な意見が飛び交う事態となっている。メグロは、15日放送のフジテレビ系列の特番組、僕らの時代で、自身の結婚観について触れ。 僕も一人の人間なので結婚はしたいし家庭も持ちたい応援してくださる方たちは僕だけで幸せを感じて欲しくない僕は二の次で僕以外のものやりで一番に高生を感じていて欲しい本の付録のように、ないと悲しいではなく、あったら嬉しいなと思ってもらえる存在でいたいと、赤裸々に話したことが話題となっていた。放送終了後の19日、目黒はインスタグラムのストーリーズで、笑顔でカメラ目線を向ける写真とともに、 俺のファンへないと悲しいじゃなくてあったらいいなで入れたらなって変わらず思うよ幸せでいてね、笑っててね。俺のファンじゃない人は話したことないしやだったかも自分のファンのことしか考えずに話しちゃったごめんなさいと綴った。また、この写真手紙にぴったりという言葉も添えている。この投稿に対し、SNS 上では、 ファンを大切にしてるって解釈じゃダメなんかな私たちを思ってくれてるのがって伝わってるので私はいいと思った自分の応援してるグループにそういう人がいるっていう残念な気持ちがすごい内容も文章もあまりにもダサすぎて引いたなど賛否の声が上がっている。